と言われています。で、その次にですね、太鼓が始まったのは大丈夫です。はい、今ちょっと手元に丸いものがあったので、こういった丸いものを枠ですね、タンバリンのようなこの枠が枠をですね、枠に革を張って、叩くとすごく響くっていうことが発明されて、で、流木よりも弱い力でたくさんの音が大きい音量が出るっていうことが発明されて、そこから太鼓の歴史が始まりました。で、こちらの太鼓は、中央の方に筒がついてるんですが、太鼓の単位のものは四角いものは基本的にはございません。丸いものです。中央から均等に、半径がすべて、同じものが振動しやすいということで、太鼓の単位のものは丸いんです。で、ちょっと説明ないとなってしまってますから、もう少しで終わります。縁の方に、高い成分で、中央の方に低い成分が集まってまして、この自然の原理を利用して低い方の方を増幅させるように、この筒がつきました。そうして、この太鼓はですね、高い音と低い音の分離ができるようになりました。ここまではですね、すごく自然の原理で、まだ音楽ではないんですね。でも、低い音と高い音が分離ができるっていうことは、リズムの抑揚ができるっていうことなので、こんな音がします。基本的には音楽は低い音と高い音だけで、音楽のリズムは低い音と高い音だけで作られます。で、それにですね、さまざまな音色のバリエーションがあって、色彩が豊かになっていきます。この楽器は叩くところによって、さまざまな音がするんですが、叩くところだったり手の形によって、さまざまな音がするんですが、低い音から高い音、低い音と高い音が基本的に一番大事なところでありまして、あとは音楽でも同じなんですけど、白と黒があって、で、色彩の部分は後で付け足していくっていう風な感じで、リズムを紡いでいきます。アラブダ楽器だいぶか、こんな感じで演奏します。